犯罪や交通事故の被害者の救済に役立ててもらおうと、米沢警察署駅前交番連絡協議会と米沢警察署は、おととい、山形被害者支援センターに寄付金を送りました。米沢警察署で行われた贈呈式では、駅前交番連絡協議会の山田昇会長と米沢警察署の高橋吉也署長から、 山形被害者支援センターの柴崎和也専務理事に寄付金合わせて17万8504円が手渡されました米沢警察署では毎年署員の家族や地域住民が品物を持ち寄って開いているバザーの売上金を寄付していましたが新型コロナの影響で中止となり今回はその代わりに全署員から寄付金を募ったほか 窓口に募金箱を設置して訪れた一般の人の全員を集め寄付しましたまた駅前交番連絡協議会では活動費の一部を当てたということです受け取った柴崎専務理事は交番連絡協議会からの寄付は県内で初めてで非常にありがたいと感謝の言葉を述べていました山形被害者支援センターでは 犯罪や不慮の事故に遭った被害者とその家族が抱える悩みへの相談や心のケアを行っていて年間400件以上の相談が寄せられているということです。